万有製薬株式会社は、かつて存在した、日本の製薬会社である。長く米国メルクとの提携関係にあったが、1984年には、同社の子会社となり、2004年には、米国メルクの日本法人となった。さらに2010年、シェリングプラ株式会社との事業統合を機に、MSD 株式会社として改組、一万有の名前も、消滅した。 91万有勢薬岡崎工場は土地。終戦直後、岡崎工場は有数のペニシリン生産量を誇った。循環器系薬剤、抗炎症薬剤、抗生物質薬剤に強かった。AGA の点では、キャンペーン活動など色々と取り組んでいた。また、かつては、東京証券取引所、第一部に上場していたが、2003年に、米国メルク社が、 公開買付けを実施して、同社の100%日本法人となった際に、上場廃止となった。さらに、2009年11月、親会社の米国メルク社が、シェリングプラウ社を買収したことに伴い、翌2010年10月1日に、シェリングプラウ日本法人と事業を統合した。同時に、社名も米国メルク社の日本法人として、米国メルク社のアメリカ、 カナダ以外の地域での名称 MSD を冠した MSD 株式会社に変更された a b 第152期決算広告2018年4月6日付漢方57ページ a b 一万有制約株式会社第152期決算広告新編岡崎市市現代の新編岡崎市市編纂委員会1985年12月28日 154から155ページ。1万優約八85年史1万優制約、2002年7月31日67から68ページ。http コロンスラッシュスラッシュ www.msd.co.jp。ありがとうございます。